ろ、聞いてって。俺のタンコブを投げるぜ、ブーン。こんにちは、今日はですね、またブライゼナーガをね使った構築を、皆さんに紹介していこうと思うんやけども、まあ今回紹介するのはまあロマンのあるデッキということで、まあちょっとね、まあ話題になっていたこのマイキーのベンチっていうカードがあるんやけども、まあ自分の自然と闇のクリーチャーすべてはスピードアタッカーを得ると、まあ診断第3弾はなんかスピードアタッカーを付与させるカードのね、すごい多いなって感じるんやけども、このマイキーのベンチを採用することによって、まあ普通では考えることができないような、まあ、鬼のムーブをすることができると。でそのカラクリっていうのは、とりあえず4ターン目にマイキーのベンチを召喚して6ターン目にブライゼナーガを召喚することによって、まあ自分の闇文明、これほとんど闇文明のカードに染まってるんやけども、自分の全ての闇文明のカードをスピードアタッカーを持たせることができるんよね。つまり何が起こるかっていうと、マイキーのペンチがあるだけでブライゼナーガを召喚することによって急戦ダブルブレイカーをまず一発目入る。でさらにシールドトリガーのこの汽車男グレゴリアワームなどの、スピードアタッカーを持たせるクリーチャーが3面展開されることが保証されていると。これはねなかなかえぐいよ。まずそのブライゼナーガ自体がスピードアタッカーを持つ、だから6コス急戦スピードアタッカーなよね。プラスクリーチャー出ると、でそのクリーチャーも盤面次のターンも残るから一気に優勢な展開をすることができる。まあ盤面処理に使ってもいいからね。だからめちゃくちゃね強い構築であると。ただまあ一つの汚点としては、マイキーのペンチをまあ5ターン目以内に出さなければいけないというのプラス、ブライゼナーガを6ターン目に出さないといけない、ここがねなかなか難しいけど、でもこれが決まってしまえば、まあ、ある程度のデッキは粉砕することができるかなっていう、まあかなりロマン性が高いけども、デュエルの中に楽しさを求めるのも全ての次元を考える上で大切な真実じゃないか。でまあデッキの紹介をね、まあ、パラッとしていこうと思うんですが、ゴーストタッチサムラコージヒトマロのタンコブの破片が2枚採用、ファントムバイツ4枚採用。まあねこのマイキーのペンチが採用されることによってファントムバイツのバリューというものが高まると、まあ診断はさされていたんやけども、これみんなどう思うかね。マイキーのペンチが流行るかどうかなよね。結局はなんか相手のハンドすべて除去させるみたいなカードだったけども、マイキーのペンチがどう出るかっていうのがまだわからないんやけども、ファントムバイツのバリューっていうのは高まったんかね。それからグレアゴリアマームが4枚採用、汽車男が4枚採用、プライマルスクリームが、2枚採用。このカードは自分のね山札から4枚を墓地に置いて、その墓地からクリーチャーを加えることができると。まあこれでね、ブライゼナーガを選択することができると。それからマイキーのペンチが4枚で、ニューハーフが4枚採用。これもなかなか小賢しいよね。スピードアタッカー、シールドトリガー、スレイヤーとして機能するからね。まあブライゼナーガとシナジー使っていけばあらゆるクリーチャーを取ることができると。それからグアルダが4枚採用。まあこのカードもねスピードアタッカーを持たせることができるんやけども、まあデーモンコマンドシールドトリガーということで、これ結構ねバルム構築にワンチャンなんか入りそうやんね。でマグマティラルス1枚でブライゼナーガが4枚採用と、まあシールドトリガー無条件で使うことができると。それからデーモンハンド4枚でテンペストザイルス1枚、バーストショットが2枚採用と。まあバーストショットに関してはマイキーのペンチにね刺さる場合はちょっと考えたいっていうのあるけども、まあとにかくまあロマン性がすごい高いということで、まあ考えるべき最強のムーブをできればね、まあどんな対戦相手もまあ覆すことできない。だから4ターン目マイキー置いて6ターン目にブライゼナーガを召喚して無限の速攻デッキができれば、多分どんなデッキもね返せないと思うよね。多分宇宙最強のムーブになると思うんで、その世界を滅ぼす力をね相手の顔面に、ぶつけながら、そして世界という天下をね取っていきたいと思います。この動画を見てね面白いなとかね、ロマンがあるなとかね参考になったと思った方はですね、チャンネル登録と、高評価ねよろしくお願いします。さあ決着をつけようじゃないか。さあレインコートのやつに遭遇していく、まあ、今回かなりロマン性のあるデッキやと思うんやけども、もうほぼほぼ全部のカードが、まあ、シールドトリガーになるのかな。とりあえずマイキーのベンチというカードを使って、まあそのスピードアタッカーを付与させると。でまあそのブライゼナーガのそのメリットを活かせるというカードの能力のできないけど、まずは1枚目。まあゴーストタッチとか序盤から使っていこうか。ゴーストタッチサムラコージヒトマロ発動。中立が一番儲かるんだ。さあ一番いらない、SR の邪魔なカードを砕いていく。さあチンチンの人サリエス小賢しいだ。お来たブライゼナーガ。このブライゼナーガというカードが、
まあ一番重要なカードだと。まあデーモンハンドは、まあ、6体目ブライズナーが奥からいらないよね。見せてくれよ、おいこの猿がよ、おいオラウータンみたいなプレイングするな。お、あーこれ、あい、うわこ、うわめんどくせえ。ってかメルキスのデッキか、これ相性的には結構悪いな。バーストショット生贄にする。下がって下がって、ブーン。デーモンハンドか。とりあえずブライゼナーガというものをね絶対に出したんよね。さあどういうプレイングをするか。ペトローパを生贄に捧げながら、小坂氏だ、なんだそいつ。戦況を変える。お、おお、小坂氏だ。無駄なあがきをするなよ。お、グアドガイザーか。まあ、とりあえず、まあ、グレゴリアマーマいらないね。デーモンコマンド召喚するぜ。闇の恐怖を見せてやるぜ。そして次のターンに、私の最強の動きを見せてあげるよ。地獄を見せて、お前が攻撃しないんだったら私が全ての三段を見つぶしてあげるぜ。ブライゼナーが召喚。お前の運命を決めるのは私の手段なんだ。ブーン、おお、大阪市な。いけー、ブーン、ドーン。これが私の力だ。攻撃できないでしょ。でこれも相手プレイヤーで攻撃できない雑魚ばっかり。私を倒すことなんてできやしないんだよ。見せてあげるぜ。でこれ焦るかどうかっていうのは結構ポイントな面はあるんやけども、どうしようかね。まあでも攻撃した方が強いか。どうせ相手は何もできないんだ。運命を変えることができない人間に世界を変えることはできないからね。ブロックするんかな。あ、1枚1本、はい、1本取っていく。伝説の勝利を見据えるんだ。いいね。そしてここは攻撃しないと。まあ毎ターンシールド1枚ブレイクするということを、格言を見せてあげるよ。さあ見せてくれよ。9000ダブルブレイカープラス1000のスレイヤーやからね。まあちょっとこのカードに関してはもうちょっとコスト下げてもいい。でもシールドトリガースレイヤーはなかなかうざいよな。でも次のターン確実に取れるからね。さあガイデクエシーナー。ちょ、そいつ小細だろお前。だが旧姓のブライゼナーガを凌駕することができないじゃないか。だったら見せてあげるぜ。まあここブライゼナーガ出したら私負けちゃうので、出せないっちゃ出せないんやけども、まあ負けちゃうからね。ペトローパで負けるからね。まあゴーストタッチいこうか。まずは1枚目ゴーストタッチ。サムラ中立が一番儲かるんだ。だが何もできなかった。いけ悪魔の鉄槌、ブライゼナーガ攻撃しろ。焼き尽くすその大地の栄光まで全ていてつけ。痛いだろ、その全ての魂の次元というものが貴様に反撃の呪しを上げるということになるのだからな。ブロッカーは考えたいけども、ここは別に焦って攻撃する必要性はないような気もするけどね。まあ焦らずに行こうかここは。まあガーディアン進化とかしてくれば、まあブロッカーは1枚減るからね。中立が一番儲かるんだ。なんだ、守り抜くか。小賢しいねえ。なんだこのブロッカーの量は。だが運命を変えることはできなかった。ホーリースパーコバさん消えていく。おお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 おブライゼナーが攻撃。世界の果てまで君は消える世界を見据える。全ていてつけ。ペーン。もう終わりにしようじゃないか。こんな戦いに未来などない。さあ終わりにしようじゃないか、この世界もろともな。さあ見せてくれよ。でもブライゼナーがリスクはあるけどね。でもやっぱ圧倒的なる火力で押していってるよね。この9000ってだけでもうマウント取っちゃってるからね。やっぱ6コス9000とかいいね。これがパワー5000とかやったらね、なかなかこう通らなかったけども、ペトローパ捨てる。中立が一番儲かるんだ。ペーン。おかしいな。ペトローパ打てばブライゼナーガの攻撃は打て。おメルキューラー小賢しいね。メントスかよお前は。メルキューラープラスあれか、しかもホーリースパークまで加えたんか。怖いね。だがシールドトリガー発動。ペーン。
プライマルスクリーム発動。さあこの中から私はカードを1枚選択し手札に加えることができる。どれを召喚しようかね。まずは1枚目ほらね、うん。世界を見せてあげるよ。プライマルスクリームを引いている場合じゃないんだよ。今のシールドトリガーやったら買ってた、もしかして。1、2、3、4、5。おい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 、ちょ小賢しいことするんじゃないよハゲまんじゅうが。プライマルスクリーム入れ替えて、これ次のターンであれやもん、ホーリースパーク来るもんね。だが、中立も負けちゃうもんね。だからこれもうブライゼナーガを起動させるしか策はない。てかこれシールドトリガーでクリーチャー来てたら買ってたんじゃん。これ3で4、5でしょ。相手の盤面を処理するカードはブライゼナーガでは召喚できないもんね。これもう まさかと思うけど、負けるとかいう荷物を展開するんじゃ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 ないんだ。なんだなんだな、小賢しいことをするんじゃ。でもデーモンハンドバーストショットあるからね。いけ、お前が世界を見るんだ。ブライゼナーガ召喚、お前の運命を決めてやる。これでかっこいい、決めてあげる。デーモンハンド来い、デーモンハンド発動。おお、小賢しい、なな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 。いや小賢しいなこれ。あれやな、でもシールドトリガーでクリーチャー来たら買ってたな。運ゲーの要素あったな、やっぱクリーチャーカード多かったけども。いやまさか、いやこれな、シールドトリガーのクリーチャー来たら勝ってたね。いやでも面白いデッキの構築であるよねこのデッキ。いやでもこれ運で負けた感あるよな。さあ世界をかけたデュエルを始めようじゃないか。さあお、マイキーのベンチいいね。まあ、今回ね、まあ、先行ちょっと欲しかったけども、まあ、恐ろしい構築というものがツイッターに流れていたので、まあ結構その、まあ、ロマンのデッキではあるよね。まあまあ、ガチのデッキではないということをまず、まあ、言っておきたいと思うんですけども、まずピン刺しのテンペストザイルスを生贄に捧げる。あ、ヨッシーさん登録ありがとう。もしねこの動画見ている方でまだ登録済んでない方はですね、まあ、チャンネル登録をしてもらえると、もしかするとね、その YouTube のアカウントがね、乗るかもしれないと。プライマルスクリームを入れ替えながらゴーストタッチサムラコージ一丸発動。ベン、まあいいね、これガッツポーズやね。やっぱコックルビアとかいう小汚いねペンギンどもは消えてもらう宿命にあるんだ。まずは1枚目。なんだ今のカード、小細いカード入れてんな。ブロッカーで攻撃できない、そんな雑魚カードの前に運命などそんなものは存在しない。次のターンから地獄を見せてあげるよ。マイキーのベンチというカードがめちゃくちゃ強くて、まあマイキーのベンチというカードをね、うまく使っていくんやけども、さあ何を出すかな。なんだそいつ、ジャグラーを出していく。お前パチンコみたいなカード出すなよ。小賢しいだー。ファントムバイツを生贄に捧げ、マイキーのベンチ召喚。ベーンベーン、これで終わりなんだ。貴様は終わりという2文字を展開することになるんだ。地獄の最中に奇跡の閃光を見ることがいかがなものかというものを見せてあげるよ。デーモンハンド、マイキーのベンチが破壊される心配を懸念したいっていうのは俺の中ではあるんで、まあ2枚展開しておくのが濃厚なソースであるかな。これ雑魚並べてもしょうがないからね。まあこれ強いんやけど、ちょっとこれじゃ強いね、やっぱ怖いからね。まずは1枚目、これで私は完璧なる布陣を持った、これで私は勝った。さあ見せてくれよ6マナで何ができるっていうんだい。こざかしいな、バゲルハゲガイザーチンチンチンやんけ。おお、こざかしいだ、見せてあげるよ。お前が負けるという運命の最中は世界さえも凌駕する力を手に入れることができるということをな、召喚してやるぜ。俺このカード結構好きやな、黒神竜ブライゼナーガ、別名ブラジャー長いぜみたいなね。うん、召喚、お前の運命を決めてあげるぜ。闇文明はやっぱロマン系のカード多いね。全てのカードがスピードアタッカーを得るんだ。ニューハーフ召喚、ブーン、イゲーブーン、イゲーブーン、ブブ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 ブ
まずは1枚目すべていただくぜ。そしてスレイヤーの小虫どもがお前を魂をうがつ。ブーン1枚目まずは1連だね。オーラだブーン第2連打発動。ブロックするときバトルの後このクリーチャーを破壊する。これ何が強いんだこのカード。ドラゴンゾンビだからバゲルハゲガイザーステトウチジャック。おはざかしいんだ。おマイキーのベンチ破壊したがなかなかやるじゃないか。だからもう終わりなんだよ。ブライズナーがまた速攻持たせてまた次のシルトリガーで終わりという2文字。相手盤面取るしかないからね。そんな鳥の糞のかけらみたいなカードで、お雨つの雨を降らしてやるぜ。お前ジブラルタルの鼻くそみたいなカード出すなよ。どう私の名前を呼んだか。おいおい運良すぎだろ。だが次のターンに決着をつけてあげるぜ。おいなんでマイキーのベンチ引くんだよそこで。小賢しいね。来ましたブーン。マイキーのベンチはもういらないかな。まあ、グレアゴリアマーもいらないね。だから速攻持たせるという意味ではまあいるけど、まあ、これ消えてもらって、どちらにせよ運命はもう終わりという縮図の中にあるんだ。見せてあげるよ。これで何を引けばいいんだ。ダブルブレーカーできるもんね。どちらにせよボルメテウスがいる限り私がまずいという2文字はあるんやけども、ブロックされちゃうもんね。どちらにせよデーモンハンドで処理してもリスクというものはあるからね。だったら生かしてもらうよ。召喚せよブライゼナーが召喚。ビーン闇のテレスは接する中に私の定義。ビーン、グレアゴリアマー速攻持たせるぜ。さらにブライゼナーがお前の顔に直接ダメージを与える。氷の中に全てを凍てつかせるんだ。私は暴風竜ベルドラだ。ビーン、もう一連だ。まずは1枚目。さあお前がシールドトリガーを発動すれば勝ちという2文字が展開するが、ロマン性が強いなこのデッキ。まあ確かに強いデッキではないけどもロマンがあるよねこれ。自分のシールド全てを犠牲にし、対戦挑んでいく。全てを犠牲にしながら全てのこの緊張感たまらないね。どうせならマイキーのベンチでなんか勝利見据えてあげたいね。頼む、シールドトリガー来るな。この心臓のバケバケ感をなんとかさせる。おおいおいお前運ゲーだね。私の一撃を受けてみよう。俺のマイキーのベンチを活躍させたいという安直な思いが負けるという2文字をつなげたとでも言うのか。いやこれグレゴリアマームを残すべきやったな。ファントムバイツをケアすべきやったか。マイキーのベンチから動きすれば勝ってたから、まあ、実質勝ちやね。うん、これ私のまあ出来心というかマイキーのベンチを勝たせてあげたいっていう、 こう優しい心があだとなったっていう、まあ、典型的な、負け方ではあるけども、でもまあ実質勝ちやね。シールドトリガーで2000以下やからまあ勝ちですね。はい、負けてる画面が出てるけどもこれは勝ちですね。はい、誰が何と言おうと、これ私の優しさが出たから負けてしまっただけであって、まあ、実際のプレイしていれば絶対あっちから攻撃するから負けてないですから。はいね、うん、まあしっかりと読んでたら負けてないんで、これ勝ってたんです。はい、これローズって書いてローズね、ローズって書いてるけども今の勝ってたんで、これ負けたとか言ってるやつは本当にもう頭おかしいですよ。本当にもう頭狂ってますよ本当に。これは本当に今のじゃ言い訳じゃないけど本当に勝ったんで、これで負けたってコメントした人本当にね狂ってますよ本当に。これほんまこれは本当に私の出来心っていうか、もう優しさがちょっと溢れてしまったな。うん、まあちょっと次の試合からちょっと優しさというものあまり出さないようにいかなあかんね。ちょっとこれは油断してしまったっていうのもあるけどね。